難しい。じゃあ今回挑戦していただくのは、はい、今話題の女子高生シンガーのアザさんのうっせーわです。おお、来ましたね。うっせーですよ。めちゃくちゃ難しいんですよ。難しいです。ちなみにこの曲は全国平均点85点なので、はい、まあもう思った通り難しいと思います。いや本当に音程が激しいですよね、結構。そうなんです。あと声質とかちょくちょく変わったりとか、雰囲気を寄せていくのは難しいですね。この曲基本は、ノイズボイスっていうのが入るんですよ、うん、がなり声。日頃の鬱憤をですね全部出していただければ確かにいいと思います。ストレス発散の曲ですもんね。そうですね。ボイトレ後にいくみさんのいけると思ったタイミングで即カラオケを入れてもらいます。はい。で今回も95点以下になってしまうと特別レッスンをやってもらうことになるので、ちょっと厳しいかなと思います。90もね。いやそうなんですよ、90いくかが不安です。まず一番最初ですね、はい、正しさとは愚かさとは怖いですね。そのままでそれが何か見せつけてやる。ここがもうちゃんとやる思いっきり張らないと、ちょっとアドさんの雰囲気が見せつけてやるってなると弱くなっちゃうんで、ここは思いっきりいきましょう、はい、正しさとは、正しさとは愚かさとはそれが何か見せつけてやる。そうです、そうです。ちっちゃな頃から優等生、気づいたら大人になってた。ナイフのような思考回路、持ち合わせるわけもなく、でも遊び足りない、何か足りない、困っちまう、これは誰かのせい、あてもなくただ混乱するエイデー。そうですね、オッケーオッケー。そっからもう一気にちょっと斉藤アナの男の部分を出してもらいたいんですけど、それもそっか最新の流行はっていう感じで、それもそっか最新の流行は当然の把握、経済の動向も通勤時チェック、純情な精神で入社しわく、社会人じゃ当然のルールです。 OK です、いいです。その最後だけルールですで切り替えて、うわーっていう感じでいきましょう。はあ、うせうせうせはあなたが思うより健康です。一切が細胞ようなあなたじゃわからないかもね。 OK です。基本的には今みたいな感じで裏声しっかり使いましょう、はい。でまあ、カラオケ歌ってて乗ってきたら、うん、あなたが思うより健康ですはもう地声で、はい、頑張れたら行きましょう。わかりました、うん、あーよく似合うそのかもなく不可もないメロディ、うせうせうせは頭の出来が違うので問題はなし。はい、そうですね、全体的にはいいです。ここもやっぱり本来は張るべきところなので、はい、乗ってきたら頑張って張りましょう、はい、そうですね、心配しかないんですけど、ね、うん、きっといけると思います。はい。正しさとは、愚かさとは、それが何か見せつけてやる。心から優等生、気づいたら大人になってった。ナイフのような思考回路、持ち合わせるわけもなく、でも遊び足りない、何か足りない、困っちまう、これは誰かのせい、あてもなくただ混乱するエイデー。それもそっか最新の流行は当然の把握、経済の動向も通勤時チェック、純情な精神で入社しわく、社会人じゃ当然のルールです。はぁ、うせうせうせあなたが思うより健康です。一切が細胞ようなあなたじゃわからないかもね。あーよく似合うそのかもなくかもないメロディ、うせうせうせは頭の出来が違うので、問題はなし。これはこれは疲れますね。疲れますね、お腹が痛い、腹筋が。これはどうだろう、どうだろう。
やはりやはりやはりこれはね難しい難しいです本当に平均よりは取れてますからね、まあ、と言っても3点くらいいやなんだろうあんまりしっくりきてないというかこの曲にハマってない感がまだありますね歌い慣れてない感というか緊張してる感じが出ちゃってるなという思いますね大丈夫です行きましょうか、はい、じゃあ行きますせーのいえあはあ腹筋が痛いですね次好きな曲ではあるんですけどカラオケで点数が出せるかって言ったらちょっと不安な部分があるので丁寧に歌いたいと思います